ましてこんにちは。自己紹介します。ノープランモバイル担当、これでも一応人間です。もーちゃんこと先桜桃香です。よろしくお願いします。はい、というわけで皆さん大丈夫ですか？結構疲れたでしょ。もう疲れたでしょ。温存すんなよ。今日は、改めましてすごいんですよ。でかくないこれ。これね、生誕祭ということで皆さん来ていただいて本当にありがとうございます。めっちゃ面白いこと言ってる。そうだよね。いや、予告して乾杯するよ。でもソロの出番で。いや本当にあれ、なんかこっからここまですごくてさ、なんか私ここ撮って初めてフロアのさ状態見てるんだけどさ、あのご存知の通りコラボの時全然余裕ないからさ、奥まで見ることなんてできなかったんだけど、すごいね、もう綺麗で綺麗で綺麗っていうか、なんか恥ずかしいぐらい私の写真が飾ってあって、鏡かなみたいな。あ、ありがとう。あ、もし鏡っつったんだよ、バカ、ちげえよ。ちげえよ。いや本当にね、今日もう緊張してるんですけれども、俺も嘘でしょ。何回生誕祭見てんの。本当に本当に今日はね、たくさんのご担当のね、仲間たちも駆けつけてくれて、本当にこんなにたくさんの人にお祝いされるなんて、未来なんてね、もう生まれた時は両親は思ってもいなかったと思うんですけど、本当に幸せだなって思ってます。ありがとうございます。問題があるんですけど、いや2曲目なんて書いたんだっけなと思って。いやでも大丈夫大丈夫、どの曲も歌いたいと思って書いてるんだけど、曲順が思い出せなくて今これってなってるけど、大丈夫、ちゃんと歌えるはず、よし。というわけでね、この後ノープランの出番もあるので、積もる話はその後でということで、はい、そんな感じで、先に行かせていただきたいと思う。なんだっけ、なんか企業説明会みたいになっちゃった。多分次グローイングアップだと思ってるね。じゃあ聞いてください。違ったらごめん。
Oh, God.
Yeah.
まだまだ、あの、次は、最近のあの、ちょこちょこ、あの、ケンシロウさん次出てくるんだけど、さっき、あの、Keep My Face の振り付け、モイピーが教えてくれた。出番の3分前くらいに楽屋駆け込んでって、モイピーに、ここ手振りどうすんのって言ったら、めっちゃ慌てて教えてくれた。優しい。いや、これからもね、皆さんと仲良く頑張っていきたいと思います。そんな感じで、あ、じゃあ、サラマンダーで帰ると思います。みんな、喉と腰と心は大事にね。以上、酒桜おまかでした。せーの、サラマンダー。